皆さんこんばんは。肩幅めちゃめちゃ広いのに肩が空いた服を着てしまった元男の子の青木かのんです。さあ大変お待たせいたしました。青木かのんのスマホの中身紹介イエーイ。誰も求めてないってせみんな見たいでしょ。スマホのメイン画面が出てるんですけども、じゃあまず一番下から行ってみましょうか。一番左のこのボックス、スカイプはなんかこれなんか事務所のオンライン会議みたいな時に使ったりとか、あとミートっていうのはこれ Google の、 あの YouTube の会社の中の人とオンライン会議やったりとか。私避けられてる。あ、そうだ、ウーム、私が所属してる事務所ミッドタウンなんちゃらに移転したらしいんですよ。なので、いつも、お手紙とか送ってくださる皆さん、今後は画面の下に住所ありますんでそちらにお願いします。いつもありがとうございます。大切にあの手紙とか保存させていただいてます。チョコちゃん何やってんの。仕方されてる。私が青木家のヒエラルキーの最下層なんで、子分で親分ですね。親分今日もお勤めご苦労様です。これは YouTube ですね。ミルチューバーなんで私は。視聴者さんもね、みんなミルチューバーだと思うんですけども、私も書けませんから。YT スタジオ、 YouTuber が使う管理アプリみたいな感じなんですよね。コメントとか、あとは昨日どのくらい再生数回ってるとか、そういうのが詳しく見れるアプリです。で、次これドキュメンツ、 PDF とかなんかそういうのを全部これで管理できるんですよ。 Gmail、 最近はなんか松潤から連絡が来るようになりました。本当にありがとうございます。はい、次これはスラックですね。なんかマネージャーさんたちとかと連絡する用のメッセンジャーアプリみたいな感じですね。アップルミュージック、なんか月額数百円払って聴き放題みたいな。私が最近聴く曲はね、青木かのんっていうアーティストのかさぶたの私っていう曲を聴きます。これね、普通の iPhone のカメラアプリよりも高画質で撮れる。だから今これ YouTube 撮影してるのもこのアプリで撮影してます。スケジュールアプリです。ファンタスティカル、このすべてのその Google カレンダー、カレンダーで、そしてリマインダー、すべてのスケジュール系のアプリがひとまとめにできるアプリなんですよ。3つの成分が1つになってっていう、薬局のねやつです。こうやって地にはボラギノール。じゃあ次メモアプリですね。これ Google Keep って言うんですけども、ログインしてさえいればいろんなスマホとかパソコンとか iPad から同じメモ見れるんですよ。で、この GoodNotes っていうのは主にそのなんか iPad とかのペンシルとかでひらめいたなんかイメージとか、まあそういうのをこっちでスマホでも見れるようにダウンロードしてるみたいな感じですね。これキャッシュレスですね。うわ、なんか私が普段どういう生活してるのかバレるじゃん。メルカリ最近使ってないんですよね。私なんかぶっ壊れたもの送られてから、ぶっ壊れたもの送られたんですよね。一番低い評価してやったわ。やめてよ、私が何の銀行使ってるかバレちゃうじゃん。ねえチョコちゃん、ねえバレちゃうじゃんね。仕方されてるんでいいです。次これ SNS だ。うわ恥ずかしい。うわ、そう、カカオトークのこと最初に言っておくんですけど、私別に浮気してないですからね。なんかカカオトークって浮気アプリみたいに言われてるじゃないですか、日本では。では気を取り直して、で YT カウント、これねYouTube のチャンネル登録者数が見れるアプリですね。で、私以外でもなんかいろんな人のチャンネル登録者数をリアルタイムで見ることができるんですよ。質問箱、これは Twitter に設置している匿名で私に質問をくれるやつですね。で、TikTok 最近やってないんだよな。で、トップバズ、これ私バズビデオに動画出してるんですけど、そう、バズビデオ私ね嫌い。 YouTube で出している動画がそのままバズビデオも出されるんですよ。で、バズビデオにある私の動画のコメント欄がなんか基本アンチしかいないみたいな。本当にやめてよ。次インスタグラム、最近ねまたやり始めましたよ。フォロワー1万人超えしたんでちょっとやる気出しちゃいました。次ノート、これ最近結構バンバンやってますよ。まあ日記みたいな感じですね。これスプレッドシート、あのエクセルみたいな感じです。簡単に言えばドロップボックス、インターネット上にファイルをこう置いておくみたいな。これもドライブも同じです。でマップノート、真っ白な画用紙に自由に追いかけできるアプリです。 DTV、 これは主に一人で夜ご飯食べるときにドラえもんとかひたすら見てます、私は。で、 D マガジン、雑誌とかがなんか月額数百円で見放題なんですよ。ラチコ、これは
一時期なんかもう本当編集してる時とかずっと流しっぱでラジオ聞いたりとかしてましたね。よく聞いてたのが J-WAVE とか東京 FM とか、次 LINE 漫画、これ浦安鉄筋家族見るためだけで、これフライトレーダー面白いんですよ。これ今私がいる場所の上にはどんな飛行機飛んで、どこ行きの飛行機飛んでんのみたいなのが見れるアプリですね。韓国の友達のパニさんとかが結構遅延したりするじゃないですか、飛行機って。だからこれで追ったりとかして合流うまくいくみたいな感じです。じゃあこれツールアシスタント、これなんか音声でこうやって今日はどんな天気なのとか聞いたりとかできるアプリです。8、いただいた名刺をパシャってスマホで取ってデータとして保存できるみたいな。これはもう基本的に韓国語を勉強するためだけに、私基本的になんか学校とかじゃなくても iPhone だけで勉強してるみたいな感じですね。 Music、 これシャザム、なんか店内でさ BGM で、うわこれいい曲じゃんって思った時にこれポチッと押すと、あのちょっと待って、ちょっとこうポチッと押せば検索してくれるんですよ。でカラオケ練習、これもそういうその通りで、サウンドハンドもこれも同じシャザムと一緒で、アイカオシレーターっていうのはなんか作曲アプリみたいな、ピッチシフト、あとボーカルエクストラ、なんかあのテンポ曲、自分のこのデータフォルダに入ってる音楽データとかのテンポを遅らせたりとかキーを上げたりとかするような、なんかあの確認用アプリですよ、ただのね。落ち着いてくれたかな、頼むよ、撮影中いたよ。クッキングウィズドッグの真似ですよね、チョコちゃんね、ほんと不愛想すぎてやばい。ちょっと危ないから、ここ崖っぷちだから、よしはい。じゃあ次クリエイト、ピックスアートっていうのがサムネイルとかを作るためのアプリです。これめっちゃ使ってる、フォトアプリなんですけども、ビューティープラスですよ。加工したりとか、いや私別に加工してないですからね、全然あのインスタとか見ると全然加工してません。でピンタレスト、これ私は結構どんな、あ、なんだろう、雑貨があるかなとか、なんか家具とかいろんな見たりとかするときに使ってますね。部屋の内装とか見るの好きなんで。でメイクアッププラス、すっぴんでもなんか化粧するような感じの修正をしてくれるアプリですね。でフーディーも、これは食べ物とか撮るときになんかインスタ映えな感じで撮れるんですよ。次これナビ、ヤフーのリカーンダーがめっちゃ使ってますね。でこれ Google マップがもうめっちゃ使う。で韓国行ったときはこの韓国の地図、地下鉄アプリ使ってます。次スマートニュース、簡単に分かりやすくニュースが見れるアプリです。でグノシーもこれスマートニュースと同じように世の中のトレンドとかコラムとかなんかいろんなの分かりますよね。チューしてあげるから、おさりしてて、よし。あとヨドバシ、これ結構使いますね。でカラカン 30% クーポン使ってるんですけども、1時間とかのカラオケ利用時に出すとちょっと恥ずかしいんですけど、私は使います。ユニケース、 iPhone ケースオタクなんで、専門ショップの通販サイトですね。これ服屋のザラですね。そうザラね、あれなんですよね、最近ちょっと行ってないんですよね。服装のテイスト変えたいなって最近思い始めて、頑張ってね今日怒り方をねむき出しにしてるんですけども、ちょっと今日はテストです。ルイ・ヴィトン、まあね、中堅 YouTuber ともなればルイ・ヴィトンの一つや二つ買いますよ。これ Uber、 タクシー呼び出しアプリです。でっかい黒いワゴンみたいな、なんか8人乗りのやつになんか1人乗れちゃうみたいな。これ出前館、最近使ってないですね出前館。やばいんじゃないの出前館、 Uber Eats が出てきてから。大丈夫で、次がグッチですよ。まあね、大人になったらね、そんぐらいはマストかなと思って。でウェア、なんかコーディネートとか見れるんですよ、服の。あの脱芋女を宣言したんで、それで最近はよく見てますね。でこれ次、あこれはもう本当になんかどうしようもないアプリだしです、これ、はい、こんな感じです、私のスマホの中身は。あのこれ気になりました、私のこれ壁紙です。自分で手書きで書いたんですよ、青木のスマホって。かわいいっしょ、欲しい。じゃあ私のツイッターに動画が配信された後に載せとくんで、ダウンロードして使ってくれ。こんな感じです。そうちょっと余談なんですけども、今これ二刀流なんですよ。もし視聴者さんの中で iPhone11 と iPhone11 Pro どうみたいな気になる点がもしあれば、ぜひコメント欄に書いちゃってください。お返事みたいな感じで動画を出させていただくこともあると思うんで、ぜひお願いします。もしこの動画が良ければ
グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok とあとノートをやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。